ちゃう、あっちゃんです。この前ね、茶親父さんから厚見さんのおやつ代って言ってね、200円スパチャいただいたんで、200円で何か買ってこようと思って、あっちゃんの中でふと面白いなと思った、食べたいなって、あっちゃんが食べたいなっていうのを買いました。200円分。何を買ったのかっていうと、たっぷり美味しいミルクプリンビッグ、これね98円やってんを2個買いました。たっぷりプリン食べたいと思います。ではいただきます。いやもうプリン大好きやからね、もう天国やろ、はい、ということでね、いただきます。いい香り、ミルクプリン。ではいただきます。幸せ。美味しい。あのね、これはね、1個 180g、 雪印メグミルクのミルクプリンで1個 180g でね、2個で 360g、 まあいけるでしょう。1個あたり193キロカロリーで、2つで要は400キロカロリーぐらい、まあ大丈夫です。はい。で、脂質はいいね、炭水化物 33.3g、 66g、 まあね、ペットボトルのドリンクのぐらいか。糖質が 60g っていうとは大さじ4つぐらいね、まあちょっと多いけどね。でもね、甘すぎず結構さっぱり、ミルクプリン、美味しいね。美味しい。これいつもね、ちょっとビッグプリン1個食べたらね、もうちょっと食べたいなっていう気持ちになるのよ。だからこういうね、2個食べる贅沢な食べ方はね、夢のような、ガスパチャをしていただいたんで、夢実現よ。では2個目、この1個食べた後にね、もう1個食べたいなっていう気持ちになるのよ。これがね、幸せな、幸せの瞬間。2個目いきます。あー幸せ。こういうね、贅沢な食べ方、プリン大好きだからね、最初にね、おはようの4個入りプリンが180円、190円ぐらいだったんで、これ4つ1人で食べようかなと思って、で、見たよく見たら、ビッグプリンが98円やってん、特価で。ってことは、2個いけるやん。だからこれにしてんけどね。なってん、特にね、カスタードプリンもすごい好きやねんけど、ミルクプリン大好きなんや。ねえ、でおはようのミルクプリンも美味しいけど、メグミルクもね、牛乳屋さんやから美味しいんちゃうかなと思って、これ初めて食べたけど美味しい。メグミルク、メグミルクってね、昔ね、すごい問題あって、雪印って、ミルク作る環境とかなんやかんやで問題になって営業停止食らってたよね。この間に、中身全部一層やり直して、日本行って日本一オープンで日本一クリーンな牛乳屋さんを目指すって言って、で常にいつでも誰でも工場見学ができるって、だからいつも工場のクリーンさをみんな見てくださいっていうアピールをしてたんやって。もうこれはね、十何年前にね、こういう問題になったんや、もうかなり前ね。その時にね、何
名前を雪印からメグミルクっていう名前に変えて、でメーカーのクリーンさをアップして、さらにねあのところをきっちり見直して、でお客さんに、ね、消費者さんに目で見てもらう、で不正も何もないところを明らかにするっていうね、企業の態度というか姿勢、それがすごい変われてね、今めぐみ復活してんだけどね、それをね知ってて、あの一緒にめぐみの見学行こう言ってくれとった人がおって、もう昔セミナーやってたね、セミナーの講師で、それをみんなで見学行こうか言うとって、結局実現せへんかったけどね、見たかったよ。なんで実現せへんだか言ったら、めぐみの食って全国に何店かあんねん、ここの支部行きたい、ここの支部行きたい、ちょっと結局まとまらんかったね。いつか札幌でセミナーする時、札幌で行こうかっていう話やってんの、結局行かれへんかったんけど、うん、お腹いっぱいなんだけど、うん、2つはちょっと多いなでもね、満足、時間的タイミングはね、ご飯食べてちょっと経ったぐらいからね、もうちょっと時間置いてよかったかな、結構長くないな、でも 360g 180×2 やから、言うてみたら缶コーヒー2本、ペットボトルで言ったら360やったらペットボトルじゃないよね、缶ジュースぐらいの量なんよ、ね、そんなにめちゃくちゃ多いわけでもないの、2つぐらいだと飽きてきゃへんね、さすがにね、あの業務スーパーの1リットルのやつは700ぐらいで飽きるんよね、あと3割ぐらい残して飽きんねんけど、これ2つやったらまだもう1ついってもいいかな、美味しかった、完食しました、2つ完食です、美味しかったです、ごちそうさまでした。ということでね、これ、まあ、200円の予算でね、何かおやつっていうことやってね、200円でいろいろ考えとって、あの動画でみんなでねこう楽しんでもらえるの何かなって思いながら考えてやっとってんけど、動画でみんなに楽しんでもらえて美味しくいただけるもの、プリンを2つ食べました、それもビッグプリンを2つ食べました、まあ、こういうねネタこれからもねいろんなことやっていきたいと思います。まあね、スパチャで200円でおやつっていうことなんでね、その200円の予算内で物をする、このなんとか縛りってなっちゃん結構好きでね、だからこういうのね、リクエストをいただいたんで、リクエストは厚見さんのおやつ代、リクエストというかおやつ代ってスパチャでいただいたんで、それで200円の予算内でこんな感じに、おやつをいただきました。プリン、同じプリンをね2個、それもビッグプリンを2個、大満足です、美味しかったです、ごちそうさまでした。2個までやったら飽きずに食べられます。3個目はどうかわからへんけど、口の中がすごい甘々になるんやけども、満足でね、めちゃくちゃあっちゃんにとっては天国でした、美味しかったです、ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんのおやつタイムは、茶親父さんの厚見さんおやつ大スパチャ200円で、200円の予算で買ったたっぷり、ビッグたっぷり美味しいミルクプリン2個いただきました、美味しかったです、ごちそうさまでした。ではまたね、バイバイ。2個やったら全然普通に食べられます、美味しかったです、はい、やったね、バイバイ。